あなたずっと名前呼ばれてますよさん元気ですか時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルの「イエス様がいれば大丈夫です」 皆さん、こんばんは、宜野湾聖書協会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、第五十七回目の放送です。パーソナリティの九尾緑です。今日もよろしくお願いします。この番組は。いろいろなことがありすぎて、生きている気力がなくなってしまったあなた。なぜ、生まれてきたのかわからなくなったあなた。助けを求めているあなた。そんなあなたのための番組です。三十分間、どうぞ、お付き合いください。 はじめに、ギノワン聖書教会キムトンヨンヨ牧師をご紹介します。キム先生は韓国の甲州にある600人以上、えー、教会の員がいる、うん、長老が20人ぐらいいる大きな教会の主任牧師のご子息として成長されましたある日日本を旅行した時に富士山を登ったそうなんですがその時に日本に来て宣教しなさいという神様から命令が下ったそうです 先生はこれに従って、えー、この大きな教会の牧師の、うん、次の牧師の座を捨てて94年に、えー、日本に来られましたそして、えー、それからずっと、うん、神様からのメッセージを一生懸命勉強された日本語で宜野湾聖書教会の牧師として語り続けておられます自己紹介をお願いしますはは。い、こんにちはあ 中二月だと思っているキムと申しますじゃあ違うからよろしくお願いします, <laughs> しますそ,そして今日もこの番組を支えてくれるミキサーは FM 技能1のできすぎる男キャンさんです自己紹介をお願いしますはい、えー、できすぎると名乗ってるせいかお腹が痛いキャンです <laughs> よろしくお願いします <laughs> ありがとうございます そして、えー、私はですね今日ですね FM 宜野湾から見える東シナ海の美しいあの海を見て沖縄に住めて嬉しいなと思っているクリュ生です今週もこんな3人でお届けしますさて今日のテーマは「完全な知恵」とタイトルしましたあなたずっと名前呼ばれてますよ ギノアン聖書協会プレゼンツ。ジーザス・コーリング言う。まず今日の聖書箇所をキャンさんに読んでいただきたいと思います。ヤコブの手紙一章十九節から二十一節をお願いします。はい。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえなさい。あ、わきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに 遅くありなさい人の怒りは神の義を実現しないのですですからすべてのけがれやあふれる悪を捨て去り心に植えつけられた御言葉を素直に受け入れなさい御言葉はあなたがあ,あなた方の魂を救うことができますありがとうございますでは先生メッセージをお願いします ははい、えー、こんにちは、えー、今日は「ヤコブの手紙中9節から27節」の御言葉をもって「えー、完全の知恵」「完全な知恵」というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。皆さんはニュースで昔オレオレとかいろいろ、えー、騙される人を見るとなんでだね騙される不思議だねと思っていませんか私は 絶対に騙されないと思うしかし残念ですけど私たちは騙されてしまう弱い存在であるということです私たちは昔漱石のところを見ましたけどサタンがアダムに近づいてそそのかしてお前は髪のようになるんだよこれを食べれば本当に髪のようになるんだよというその 言葉に騙されたアダムを見ます。聖書でたくさん騙しについて警告しても、俺は大丈夫、私は大丈夫、私は絶対そんなことないと思っていませんか私もそのように思った一人だと思います。しかし、聖書を読みながら、私は 私私が私ををましていいるととううそのようなことを覚えます聖書は自分に騙された人がいるといういや私は大きく成長して立派だと思って絶対そんなことないと思ったのに騙されるというまあ聖書は騙されるというよりは目白録を参照言いますと自分は飛んでいる豊かになって乏しいものは何にもないと言って 実は自分が惨めで憐れみって、ましくて盲目で裸のものであるという。私は立派だと思ったのに、惨めな存在であるというように語ります。だからこそ私たちは、神様の知恵である完全な知恵が必要です。その完全な知恵は何ですかそれは、知恵の誠の主人である 神の御言葉を私たちが心の中でで受け入れるとということです私は勉強もできていろいろができるという他の人より判断力もすごい機会も上手であるしかし私たちはまことの知恵である神の知恵をいただく必要があるということです腸の中級説で 誰でも聞くのには早く、語るには遅くという。私たちはね、語るのが早いのか、聞くのが好きなのか。私見るとね、聞くのが好きのように見えるけれど、結構しゃべるなという。それが私の感想です。見言葉を聞くことで、完全な知恵であるイエス・キリストの中に、 私たちがとととどまるということです。心に植え付けられた御言葉という表現します。主の御言葉、神の御言葉が私たちの心の中で動いているという、活動しているということです。聖書では御言葉を種として例えをしています。いい畑に、茨の畑に、また石の畑に、道端に落ちる。 その種が良い地に落ちて、大きな実を結ぶと語ります。その御言葉を受ける心が柔らかいという柔和な心であるということです。私は農業をやったことはありません。種をまくということはあんまりわからないです。しかし、種をまくと硬い道端に落ちたら根を下ろすことができません。 いいに落ちる種はすすすぐすぐ成長し実を結ぶとうことです私たちが知恵がない時主の御言葉を読み主の御言葉に沈む時私たちは完全な知恵を得ることができると言います自分の怒りで話すのではなくて耳を大きくして聞くのに 集中することができるっていうことです。怒りを持って話すことで、本当に大切なこと、を忘れてしまう、経験はないでしょうか。私たちは、怒ると、それから本当に話したいことから離れてしまってあ、しまったこれ話すべきだったのに忘れてしまったという。そのように、 ああ失敗してしまったなあと思う時があると思います私たちはしゃべる時話す時気をつける必要があります神の御言葉を聞くことができることは永遠の真理の御言葉を握って正しい判断を持って歩むということです人々は御言葉を受け入れて自分が好きなところだけ 聞くっていうことじゃなくて、主の御言葉を神の御言葉として聖書の御言葉を受け入れる必要があるということです。私も時々ね、えー、自分にちょっと嫌なこと言うとね、最初はたまって言ってもね、ちょっと少し長くなるとね、カーッとしてなんだと怒る時があります。それは自分が好む好きなような。 言葉だけ聞こうとする私たちの罪人の習性があるということです。神の御言葉を受けるのが知恵であります。その神様の御言葉を受けるのが知恵であるという聖書は語ります。それでその御言葉を行うということです。実行するということです。22節の4節のところを見ますと、 言言葉を行すする人になりなりさいと言いとます自分を欺いてただ聞くだけのものであってはならないという聞いてああいいことだね素晴らしい話だねということで終わってしまうといけないということです皆さん鏡をいつ見るんでしょうか朝見るんでしょうか寝る時見るんでしょうか外に出る時見ると思います あこれ直さないといけないと思ってそのまま出る人はどうでしょうお手を持って間違いを持ってそのまま出ることになります。神様の御言葉愛の御言葉恵の御言葉を聞いて「ああ素晴らしいねいい話だね」で終わりじゃなくてその御言葉に従う従順するということです。 私たちは神様の御言葉は生きて働く力があります。私たちに恵みを与え、命を与える力があります。その御言葉はまことの知恵であり、その知恵は私たちがその御言葉を受け入れて、その御言葉に従う時、大きな力を持って私たちを助け、支えます。 それでヘブルの手紙4章を見ますと信仰によって私たちはその御言葉を受け入れると大きな力になると語ります私たちは主が知恵ある人生について御言葉を聞いて中順する人でその基礎を岩の上に置く人だと語ります家を建てるとき基礎を確実にしないと大きな問題が生じるとき 揺れれてて家が壊れてしまいまいす。私たちは主の御言葉の上に立つこと主の御言葉を聞いて従うことが岩の上に家を建てることです肝心な知恵を持つ人は誰でしょう勉強ができる人でしょうかいい会社に就職する人でしょうか 聖書はそう言ってません完全な知恵を持つ人は主の御言葉神その御言葉である聖書の御言葉に忠順する人またその忠順というのは私が好むように私が好きなようにじゃなくて主の御言葉が示すのをバランスをとって維持するということです。 それで26節では自分の下に靴をかけずという靴はって何でしょう馬をコントロールするものです私たちは主の御言葉に従う時自分が自分をコントロールするのではなくて主の御言葉が私をコントロールするようにするということです神様の恵みの中で歩むということです ヤコブの手紙は積極的な知恵、パランスサル知恵について語ります。それを完全な知恵だと語ります。マまッとの祝福はどのぐらい何を持っているか、どのように他の人よりもっとたくさん持っているか、集めているかではありません。主が与えてくださる恵み、み主の御言葉、 その御言葉を握るということです。主の恵みと祝福を私たちは満足して分け与えるということです。私たちはこの世の中で歩む時、特に今の時代、とても辛い時代です。なかなか人に会えない、人と接することができない。また 食べるとしてももも食べるものがない人もい人ます。しかし私たちは主の恵みの中で歩む中で主が与えて恵み主が与えてくださる力によって歩む私たちになりたいと思いますもう一回言います皆さんは騙されたことはないでしょうか私もいや あの人にあの人にというぐらい騙された覚えはないですしかしこの御言葉を準備しながら自分が自分を騙すことを思い出します私は立っていると思ったのに本当に倒れるような弱い存在であるしかし威張って私は大丈夫だよ私は全然大丈夫だよという威張っている私の姿です 私たちは神様の御言葉に従うということは、私が基準ではなくて、神様の愛が基準であり、神様の恵みが基準です。神様の知恵は、主の御言葉に従うことです。私の力に頼ることではありません。私の知恵に頼ることではありません。 バランスを取るとということですバランスを取らないと最初は何とか持ちように見えるけれどすぐ崩れてしまいます。主の御言葉を愛します。主の御言葉を聞きます。主の御言葉を従います。私な好きなようにではなく主の御心に従って聞き従うということです。 バランスを取って歩むことです。御言葉をまとめたいと思います。皆さん、私は立っていると思いますか私は騙されていないと思いますか私は絶対失敗しないと思いますか私の言葉には失敗がないと思いますかいいえ、私は。 私のシダをコントロールすることはできない弱い存在です。それを神様の前で告白して、主が与えてくださる恵み、主の助けに、主の御言葉に従う私たちになりたいと思います。まの祝福は、この世のものをたくさん持って自慢するのではなくて、主が私たちに 与えてくださる御言葉を握って歩むということです。そのような人を聖書は幸いな人と言います。皆さんがこのような幸いな人になることを願います。ありがとうございます。ありがとうございました。手羽キャンさん感想をお願いします。はい、えっ、ー、と。ま 知識に関して僕すごく欲求の強い人間だと思うんですよ。あのいろいろ乱読とかしていろいろあのなんか知識を深めていくっていうこと自体が好きなのでいろいろこうなんか趣味としてやってる面もあるんですけどただ何かやっぱひけらかすっていうのをなんかやっぱ良くないなと思ってで僕の好きな言葉に「無知の知」って言葉があるんですけどどんなに勉強しちゃって知らないことっていっぱいあるわけですよ。 なので、あのー、常に謙虚に、あのー、この周りの方が知ってることっていうのは絶対どんなに勉強したってあるので、まあ、そういったスタンスをやっぱ持って、あのー、この知識はみんなで共有するものだと思いますのでだからそういうのに関してはなんかそのこれを知ってるから俺偉いっていうのは絶対しないでおこうっては思ってます。 すごいなんかキャンさんねクリスチャンじゃないのに聖書のことを実行してますよねなんか自分 <laughs> 相手を自分より偉い人と思う,思うっていうか、はい、思いなさいみたいなのがあるのすごい子供相手でもそうですねえすごいですねそのちょっとあの見習いたいですね、はい 私はもうあの今日、先生の話を聞いてです、ね、もう自分の人をコントロールできない弱い存在ってすごい痛感してもう何十年も生きてきてこれクリスチャンになっても治らないので、ね、それが自分の人生を左右してきたなと思うそのただ、えー、と違うのは自分がその弱い存在だなということを知ることができたということですよねだから神様に従っていたら強がる必要がないこんな楽なもんなんだということがあの知りました。なので まあね、自分は大丈夫だって強がりを言っていたでこれは自分で自分をだましていた何十年もの歳月がもったいなかったなとしみじみと感じましたでは先生最後にお祈りをお願いしますリスナーの皆様へはいお祈りしましょう「愛する天のお父様今日は私たちが騙されているその弱さを見ました」しや。は私たちは 完全な知恵である神の御言葉を聞いて従う人になるように、主の御言葉が分かるように助けてください。私たちの舌をコントロールすることができない弱い人ですが、主の御言葉で、主の恵みで私たちを助けて導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。あン,アーメン 一日の締めくくりはお風呂が一番、美容健康解眠効果も期待できます。灯油ボイラー電気温水器をご使用の方、今ならガス給湯器への切り替えがお得。電話八九二三八二四八九二の三八二十四、安心安全迅速丁寧な気ノワンガスへ。 ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノアンの楽しみ方がきっと見つかるギノアンヒルズ通りステンマドゥーから伊佐交差点へとつながる坂道ギノアンヒルズ通りに遊びに来てねあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャーチ。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ、ね。ギノワン聖書教会プレゼンツ。ジーザスコーリングユー。ジーザスコーリングユー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 えー、騙されないためにはどうしたらいいか聖書では神様はどうおっしゃっているのかについてもっと深く詳しく知りたいと思われた方はお電話をくださるか直接教会を訪ねてください毎週日曜日の朝10時半からは礼拝毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会をしていますどなたでも歓迎しますまた今日食べるものがない今夜寝るところがない その他さまざまな生きることのために困っておられることがある方は遠慮なくお電話をください私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています宜野湾聖書協会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から宜野湾地区の小学生を対象とした「ハレルヤ・アカデミー」という名前の子どもの居場所づくりをしています 今、小学校2年生の男の子が来てくれていますが、12月はですね、季節柄、御言葉100人一種を作りたいと思っていますので、一緒に、えー、巻き込んで、えー、作っていきたいと思っています。またおと、遅くまでいる子どもたちには夕食もありますので、ぜひ覗きに来てください。以上、全てのお問い合わせ、ご連絡は、 あもう一つありました、えーっとですね、キム先生の奥様のリー先生、えー、っとキリスト教学院大学の、うん、先生もされているんですがこの先生が韓国語教室を、うん、教会でしています木曜日の夜今はやっています、えー、っと月賞は月に2500円です韓国語を、うんまあ、第二外国語として、ね、学んでみたい方はこちらも、えー、ギノアン聖書教会まで、えー お問い合わせください電話番号申し上げます0988901350 0988901350ギノワン聖書教会までどうぞギノワン聖書教会プレゼントジーザスコーリングユーお別れの時間になりました今流れている曲は宝刀息子というタイトルでキム先生の息子のサムエルが作って歌っています私たちが今どんなにボロボロな状態 こんなに悪いことばっかりしてきた自分は神様には見放されていると思っていても神様はあなたに向かって両手を広げて私のところに帰ってきなさいと待っておられるそういう曲ですこの番組は日本同盟キリスト教団宜野湾聖書協会あなたの人生の美しい滞在をお手伝いする株式会社ボーシジュールの提供でお送りいたしましたメッセンジャーは宜野湾聖書協会キム・トンヨン牧師 ミキサーは FM ギノワンのできる男、できすぎる男今日も全身ピンクで来てくれます <laughs> 望んでおられますキャンさんそしてお相手はクリオミドリでしたまた来週水曜日の午後6時にお会いしましょうヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れしますシェキナー 「あなただけでまたやり直せるように」「許してください」「今までの僕を愛してください」「こんな私でも満たしてください」 Anata dake de mata yami nao